なんかおる。なんかいたな、今。見ました、奥さん。なんかいましたよ、今。すっごいでっかい、なんだろう、ね、海入道みたいなやつが走っていったよ。なかなか衝撃的な出来事です。パンはパンでも食べられないパンはなんだ。これで3体目かな。すごいぜ。あら、かわいい。砂漠に水とは。あばよ。効果は抜群だ。急所に当たった。相手の V0 は倒れた。やったぜ。膝小僧が泣いてるよ。君は短パン派？長パン派？パンはパンでも食べられないパンはなんだ？パンだ。パンダは食べれるよって。食うなよって。ほら、いるいる。ドンファン。ドンファンだ。あれ？なんかあの、ハムスターが走り回るやつみたいになってる。ダメみたいですね。すっげえ走り回ってる。まあ、そのポケモンだけチェックしたら行きましょうか。あれ？近くに行ったら消えるのやめてくんねえかな。ああ、いる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 。あ、もう捕まえてるんで。ハイダイさんを知ってるか。カラフジム、ジムリーダー、ハイダイさんは強いぞ。もうそのハイダイさんに勝ってきましたけど。コウセイさん。ルチャブル、おーっと、いいの、いいの出してきたね。飛行、葛藤。相性最悪だけど。まあ、レベル差ってやつ。確定急所は強すぎると思わんかね。テレポート、いらない。たたり目、いらない。わしの強さは知ってもらえなかったようじゃの。とりあえずあと1体。お、技マシーン。怪しい光は強い。怪しい光って 100% だっけ。まあ結構えげつないよね。運さえ良ければ怪しい光で。ね、イバルやって自分2回殴ってそのまま負ける時だってあるからね。あ、進化後。砂蛇の進化後か。さだい、あれ、なんでこんな強いの出てきたの。急にどうした。毒入ってるから倒しきれないかも。毒なんてない。死んでから砂吐いても。急に40の敵って何があった。え、20程度の雑魚しか出てこなかったのに。まあ行きましょうか。ほら光ってるじゃんこれさ。やっぱ強いんだよ。うわーいって思って行ったら消滅するの。もうモトライダーか。オッケーオッケー。いた！トン！お前じゃない。行くぞー。はっ、呼んだ。メカだ、メカだ。なんで。
ファー、ウィルドンファ。ハロー、主役、こちらフトゥーダ。鉄の輪立ちは本来パルディア、あれ鉄の輪立ち、くれぐれも注意して対処するのだ。ドシンの主、鉄の輪立ちってことは鋼か、地面あるかな、まあわかんない。トリック、上から来るぞ、気をつけろ。うん、うわ結構強い。鋼は格闘でもいいんだっけ、まあ、炎が効くのは。まあとりあえず1回目よしよし、もう一発かな。アイアンヘッド、クソ痛え。よし、とりあえず逃げろ。よしよし、回復しとこう。アイアンヘッドが痛すぎる。痛い。ふう、もう一匹いないかな。5匹だったからね、倒しときたいな。砂嵐、何も見えない。ここ短パンこそいなかったっけ、大丈夫、ちょっと違うかった。お前メカだろ。主の鉄の輪立ちは何かを食べ始めた。主、見つけたな。あいつがドシンの主、あれってポケモンか、なんか食って一段と元気になってそうだな。さあ、踏ん張りどころだぜ。さあ、結構物理防御高そうだよね、こういうやつって。こういう時はテラスタルで強化して。あ、なんか知らんポケモンが。スコビラン、ペパーがなんか知らんポケモン連れてきとる。地面鋼かな。で、結果倒倍。特防は弱そうだな。うんー、だが強い。これ下手すりゃ次死ぬ。怖い顔。物理防御2だ。素早さ下げてどうすんねん。これ下手すりゃ次で死ぬね。スコビラン、どんなポケモンやあれ。唐辛子とピーマン。同じぐらいやな。やっぱ物理防御。おお、炎の牙。しかも急所。やけど、勝ったな。ええ仕事したで、ペッパーくん。お、メイン盾もしてくれた。終わり。Dumb, yeah.
丸くなっちゃった。おお、凄まじい経験値。実はこのタイミングで行くべきでなかったのかもしれん。念力いらないっしょ。混乱させるの強いんだけどね。サイケ光線も混乱だっけ？特防ダウンだっけ？さあ、いつものや。この洞窟入ろうぜ。ね、主っていうか、なんだろうあいつ。でもどっかで見たことあるような。ドンファンっぽかったよね。あいつが食ってた秘伝のスパイスはこの中だ。ね、ちゃちゃっと調査しようぜ。さてさてさて、何ができるようになるかな。秘伝のスパイスもう4つ目やったぜ、発見スパイスチューン。さあ今回はスパスパイス、スパ酸っぱい、酸っぱいのって毒だぜこの形色つやすげえまずくて体に良さそうっと。何何、本によるとスパスパイスは需要競争、栄養がいっぱい詰まってる。疲れた心と体によく効いて、みるみるうちに回復するんだ。早速調理開始だ。酸っぱいサンドイッチってどうなんすかね。おりゅう、お味堂さん、食べて健康ヘルシーサンド、お上がりよ。友情の主バッチ見つめながら食え。土神の主クリア。酸っぱいのってどうなんすかね。酢の物もね、酸っぱすぎると空気うせるよね。いつものくれ、飯くれ、飯くれ、にゃーんす。ほら、マフィティフも、ほら、そろそろ立ち上がりそうやな。シャキーン、メキ、お食べ、うわうまい、酸っぱい。おおお、最高な食いっぷりだな。俺、お前も食いな。ガチガチ。立った立った。さあ滑空、やっぱ空を飛ぶじゃなくて滑空か。もともとの身体能力が少しずつ戻ってきているのか。でもバトルフォルムに戻れる気配は全然しねえな。おやーす。体は元気そうだけど、なんか精神的な理由で本来の姿に戻れないのかな。精神的な理由？心の傷、トラウマだっけ？どっかの本で読んだ。戦いで怖い体験をしたから戦うのが怖くなったのかもな。ま、そいつもマフティもいつか完全回復するんだろう。さ、マフティ、どうだ？ワフン。あ、ごめんごめん。毎回ちゃんと元気になるとは限らないよな。ね、効果がすぐ出るってわけでもないし。ワフン。大丈夫だ、安心しろ。絶対元気にしてやるからな。残り一つが最高のスパイスに決まってるぜ。うん、きっとそうだ。さあ、スパイス探しの次も次でラストだ。気合入れて探すぞ。えいえい。おお。アギアアギア。おお、マフー。ロト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 。そして夜が明けた。ってことは、もしかしてあいつとの戦闘中は強制夜だったのかもね。ミライドンがまた一つ本来の力を取り戻したね。ジャンプ中に B ボタン押しっぱなしかな？もう一回押すのかな？どっちだろう。もう一度押すとやめるタイプか。これからもミライドンを頼んだよ。ということで、飛んで、飛ぶ。ちょっと待って。そこ？滑空するの。耳っぽいのが広がった。そこなんだ。スタートじゃない。怖い。多分あと1体だと思うんだけどな。
あんまり滑空できないんだよね、正直。もっと高いところから飛ばないとね。ほら、あんまり飛べない。アシッドボムは強いね。毒だよね。さあ、とりあえずね、あと1匹トレーナー倒して、ね、砂漠終わり。ということは、あと1匹トレーナー、どこ、あ、いた。よし、OK。青春。あ、やばいかも。回復してないような気が。青春ってなんだろう。あなたは答えられる？惑星の優香が勝負を仕掛けてきた。カプサイシンということで唐辛子ですね。あれ完全回復してる。噛みつく。辛い。踊り鳥は飛行ですな。早く雷パンチを覚えさせたいところだが、どうやって覚えさせればいいのか、これがわからない。飛行タン、フォルムによって属性、まあ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 。そっか。なんで飛行に格闘出してんだろうな。これがわからない。バレットパンチ。さあさあさあ、とりあえずこれで足りたろう。よいしょ。お願いします。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか？5人 OK です。 OK！ 地震、マジか、地震来たよ。いらっしゃいませ。地震は本当に強い。しかもね、地面じゃないポケモンも結構覚えれるから。地震何番や。地震ラソ、トリックルーム、あ、ほら、威力100、命中100、ゴマゾウ、ドジョッチ、12000LP、 高っ。本当に地震は強いんだよね。ルカリオも覚えれるからね。しかも物理だし、電気、地震が効くのは、地面技、炎、電気、毒、岩、鋼、もう地震があれば。その代わり飛行には無効ってのがね。飛行と草と虫ね、割と他に弱点がありまくるやつらだからどうでもいいよね。いや、別に地震以外で攻撃すればいいじゃんってだけの話なんで。おー、でもぴったりのやつがいないね。地震を覚えさせるのにぴったりのやつが。いやー強いね。でもね、ちょっと材料がめんどくさかったな。しょうがない。まあ何はともあれ、4つ目のスパイスゲット。さあ次のルートを考えましょう。次はね、すぐそこだね。ここで、ジムバッジを取るか。これもね、すぐそこなんだよ。毒。毒はルカリオなったね。いけるね。十分。ここもすぐそこなんだよね。こっちもすぐそこだけど。これバッジ5個目だね。まあ、サクッと倒しちゃうか。毒、草はあんまり良くないんだけど。うん。まあ、鋼のルカリオが自信を覚えたら楽勝だな。毒攻撃、受け、地面と毒と岩とゴースト、鋼無効だし。
毒の攻撃全然通らねえじゃん。毒の攻撃草とフェアリーだけじゃ全然通らねえ。で逆に、毒の受けは草と格闘と毒は半減。でも地面エスパー、地面とエスパーだけか。エスパーいたっけ。触らないといいけど、さすがに使えるレベルじゃないからね。エスパー、エスパー、どっかに伊藤いたっけな。エスパー、エスパー、おお、これ完璧だね。鋼で毒無効にしてエスパーで大ダメージ。エスパー、エスパー、フェアリー鋼。お前エスパーっつってもこれはあれか、テラスタルがエスパー。ヤドン、ヤドンとか悪くないけど、まあ育ってないから。あ、こいつ連れてってもいいね。うん、あ、全然ありやね。レベルも36あるし十分、ちょうどいいか。ちょっと連れてきますか。いいね。はよ進化しろ。まあレベル組を適当に変えて、うん、クパトール。さあそれじゃあ行きましょう。まあちゃちゃっとね、もうほんとここだけなんで、まあ、この辺気になるけどね。まあ大ジャンププラス滑空も手に入ったんで、さらに広まったかな。ちなみにこっちは、格闘、あ、もうあと2つで終わりか。まあ、行きましょう、毒。空を飛ぶ。